キチャンネル2023年度プロ野球ドラフト会議、はい、里崎チャンネルバージョン、はい、はい、さあ明日でしょ。そうですよ、多分出すのはね、うん、はい、ドラフトね、うん、っていうところで、うん、まあ、いよいよね、まあ、今日現在、はい、だからこれから球団がね公言していくかもわからないですけども、うん、今日現在の情報をもとに、はい、ね、球団が発表する情報、うん、そしてこの里崎チャンネルで里崎袴田さん先生が、うん、この選手がいいんじゃないのかっていう、うん、今までの12回分を全部まとめて、はい、会議した結果、はい、12球団のドラフト1位、うん、里崎チャンネルバージョン仮想ドラフトです。はい、はい、うん、さあということでね、まだでも本当公言とか、うん、全く私たち全く出てない状態なんで、全く出てないからね、だから当たったらすごいよね。すごいです、うん、はい、いろんなね、うん、こうドラフト1位これちゃうかっていうのを、うん、全員で話し合った結果、補強ポイントとか、うん、こういう傾向があるとか、うん、とかね、そういうところを見て、うん、あと大学とか、はい、縦横のつながりどうかとか、うん、いろんなことを考えて、はい、もう独断と偏見で、はい、ドラフト1位ね、決めましたから、はい、ということで、はい、手に疲れたということで、はい、提出してください、うん、書類を、はい、お願いします。これ12球団分の、今はパソコンだから、あ、パソコンですね。そうですね、打ち込みますよ、これ、ね、リモートだとパソコンだから打ち込んでください。はい、はい、打ち込みました。終わりました。1巡目、はい、じゃあ発表します、うん、はい、里崎チャンネル式第10戦と希望選手中日上田久斗、おお、内野手明治大学、おお、上田選手で来ましたか。ああ、野手で行きましたね。あ、やっぱり明治大学だとやっぱりね、うん、地区をね、地域性を、うん、やっぱ野手を厚くしたいという、はい、これドラゴンズの思惑でしょうね。明治大学もやっぱり多いということで、ね、そう、多いということでね、うん、第一の選択希望選手北海道日本ハム常広隼人、おー、青山学院大学、はい、まあ、新庄監督ね、はい、即戦力投手をね、うん、公言してましたから、やっぱり抜ける、ね、ところがこう、うん、目処があるんで、うん、埋めないとという常広君でね、はい、来ましたね。第一の先頭希望選手東京ヤクルト竹内夏樹投手国学院大学、おお、やっぱ国学院の、はい、ね、神宮の星だしね、はい、先輩もいるし、私あの前のヤクルト編では、うん、私たち共通全員、そうそう、全員がね、うん、竹内君行くんちゃうかっていうね、はい、第一の先頭希望選手埼玉西武前田優吾投手、大阪桐蔭高校、高校生、はい、やっぱこう育てていこうっていうね、うん、高橋光成、うん、今井もそうだしね、もう甲子園で活躍し、平もそうだし、うん、結構多いからね、はい、うん、第一の先頭希望選手読売西舘雄飛投手中央大学、おー、即戦力できました。しかも新之助が、はい、中央大で監督になってるから、うん、やっぱ後輩の1位ね、はい、うん、おー、まあ、世代ではトップ、まあ、ピッチャーね、どうにかしないといけないからね、はい、うん、第10戦闘希望選手東北楽天細野晴希投手東洋大学、おー、もうパワー系の、あー、やっぱ速球派で、はい、石井和人さんっぽい ね、 ね、そうですね、速球派だしね、パワー系好きなの、ゴリゴリでね、はい、あ、第10戦闘希望選手横浜 DeNA 竹内夏樹投手、おー、国学院大学、また左、おー、左好きだね。そうですね、でもやっぱピッチャーが必要ということで、あ、ピッチャーいるのにね、ガンガン行くね、東証国、うん、第10戦闘希望選手千葉ロッテ前田優吾投手大阪桐蔭高校、右左の佐々木朗希前田のスーパー高校生で、はい、こう一時代築こうとしてますね、うんうん、第10戦闘希望選手広島東洋常広隼人投手青山学院大学、広島、真鍋君行くかとね、思いきや、うん、やっぱちょっと先発がね、うん、今年も苦しかったっていうところで、ここがしっかりできてれば優勝もあっただけにね、うん、これちょっと来年優勝しようっつうね、もう完全な方針でね、そうですね、 あと一歩ですからね、うん、第一選択希望選手福岡ソフトバンク細野晴希投手東洋大学、好きだね、球速いの好きだね、やっぱり球速いのね、うん、力で押していく、ホークスらしいね、うんうん、第1センター希望選手阪神西舘雄飛投手中央大学、
あ、また巨人と巡戦抽選で、うん、第1の選択希望選手オリックス前田優吾投手大阪桐蔭高校。これ宮城のようにそうですね、高卒からの、うん、地元だしね、大阪ですし。お、上野球斗選手は中日ドラゴンズの選手決まりました。おお、ファンドも一発で確定、地元だしね。あ、でも今年やっぱり野手が少ない中で、トップのバッター一本面大きいですよ。大きい大きいで、しかもドラゴンズはウェーバーも2巡目早いから、うん、そうだ、そういったところも多分あったんじゃないのかな。そうですね。あ、さあ、ということは、でも竹内投手は強豪、常廣投手も強豪でくじ引き、前田投手もくじ引きになりますので、細野投手も強豪、西成投手も強豪になります。強豪だらけ今年は、はい、去年はね、うん、ほぼ強豪なかったけども、はい、浅野選手だけね、うん、今年はあと庄司投手もね、あれ強豪で、はい、決めていきたいと思います、はい、まずはでは常廣隼人選手、日本、北海道日本ハムと広島東洋カープ2球団の前にどうぞ。どうぞ。じゃあどっち訳するか決めようよ。広島と、いや赤やからね、あ、じゃあカープ、じゃあ俺日本ハム、日本ハムですね、はい、これ下のチームからだから日本ハムからだよね、はい、順位が下からだからね、はい、日本ハムの気持ちをね、はい、飛んできてるから。誰役ですか？ん、稲葉さんです。新庄さん、新庄さん、新庄さん行くでしょ。新庄さん、新井さん、新井さん、新井さん、北海道日本ハムからどうぞ。2枚しかないよ。え、2枚しかない。あった、2枚あった。どっちにするか。よし、じゃあこれで残り物には含めない。広島東洋高校です。左手で。ちょっと出ていいと、もう一枚しかないからね。はい。お分けください。よーし！常廣隼人投手は日本ハムに決勝に勝ち取りました。よし！もう残ってなかったもん。よっしゃってことですね。でもやっぱこれだけだったら間違いないですよね。うん、あとこれ。だから今もうこれも貼ってないらしいんだよ。そうなんですね。あ、そうそう。よっしゃ。真中さんをこういじってあげたい。はい。続いて竹内投手の抽選。ヤクルトスワローズと横浜 DeNA どうぞ。じゃあじゃんけんしよう。はい、勝った方が DeNA にしよう。はい、DeNA が上だから。はい、最初はグーでじゃんけん。はい。こうです。じゃあ俺が DeNA だ。ヤクルト。ヤクルトはもう絶対即戦力必要ですから、これはもう本気で取りに行きます。ヤクルトからどうぞ。高須さん、高須さん、高須さんです、うん、絶対大丈夫。絶対大丈夫。じゃあ右で行きます。もう最初に持ったの。番長どうぞ、うん、よろしく。もっとよろしく。お分けください。絶対大丈夫。竹内夏樹投手は東京ヤクルトに決まりました。やったー。いや、先に引いた方がいいのかな。、はい、続いて前田投手の抽選に移らせていただきます。埼玉西武、千葉ロッテ、オリックス、前へどうぞ。3球団か。3球団、じゃあ1人。あ、オリックスの推しかって。うん、オリックスの推しだって。はい、で、俺ロッテね。いや、多いね。あ、セ、あ、どっちいいですか。セーブね、セーブ、俺ロッテ、はい、ユニフォーム切ればよかったね。あれから最初から切ればよかったね。そうですね。いきなりユニフォーム着始めました。はい、埼玉西武どうぞ。前田の左なんで左で行きます。ロッテお願いします。オリックス、はい、お分けください。残り物か。前田投手はオリックスに決まりました。あったんか。うわー、わかんないな、くじって。うわー、
さあ次、次。続いて、はい、続いて、はい。で、読んでいて、次。続いて、細野投手の抽選に移ります。東北楽天、お願いします。福岡ソフトバンク、お願いします。お分けください。細野投手は東北楽天に決まりました。こんな仮想なのにめっちゃ嬉しい。めっちゃ嬉しい。嬉しいですね、これ。巨人、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 巨人。続いて西舘投手の抽選に移ります。読み売り、どうぞ。あっ、こっちだ。阪神、お願いします。お分けください。西舘勇陽投手は阪神タイガースに決まりました。なかった。では、外れました球団、入力の方をよろしくお願いします。第1の選択希望選手、埼玉西武、小蛇達希投手、桐蔭横浜大学。あと左で、左が欲しいっていうね。第1の選択希望選手、読売、下村海斗投手、青山学院大学。同じ青学で。第1の選択希望選手、千葉ロッテ、木村優斗投手、霞ヶ浦高校、うん、高校生の右左、はい、第1の選択希望選手、横浜 DeNA、小蛇達希投手、桐蔭横浜大学。まあ、左が好きだね。ですね、左王国ですね。第1の選択希望選手、福岡ソフトバンク、草加翔投手、アジア大学。アジア流れで。第1の選択希望選手、広島東洋、下村海投手、青山学院大学。あれ、広島はじゃあ青学、青学、はい、ほら、お、また抽選。そして下ロッテは木村優斗選手の交渉権を獲得しました。お、福岡ソフトバンクは草加勝選手の交渉権が獲得しました。疲れてるの。そういうことないんで、交渉権獲得した。言うことないんで。でもだ、抽選、はい、まずは。まずは DeNA ですね。埼玉西武、DeNA、小蛇達希投手の抽選をお願いします。だいぶ疲れです。はい。では、埼玉西武、どうぞ。横浜 DeNA、どうぞ。お分けください。ガーッ、小田達希投手は横浜 DeNA に決まりました。うわー、こっちはなかったか。ベイスターズ。よっしゃ、はい、シャッフル。続いて下村海斗投手の抽選を行いたいと思います。読売、うん、広島、前どうぞ。読売きます。では読売からお願いします。上か下かなんだよね。こっちにしよう。広島東洋、お願いします。お分けください。イエーイ。下村海斗投手は広島東洋に決まりました。やったー。下村君広島っぽいよ。ジャイアンツ抽選は、うん、弱いな。ここまで顕著に出てるね。ジャイアンツの傾向まで出てる。よっしゃ、はい、では外れました。埼玉西武、読売巨人、入力お願いします。第一の選択希望選手、埼玉西武、渡来龍樹、外野手、エリアス。外野ね、はい、まあ、やっぱり去年ヒルマ選手取りましたけど、うん、もうダブルで埋めていこうっていう、うんうん。第1のセンター希望選手、読売、上田大河投手、大阪商業大学。おお、
やっぱピッチャーだね。ピッチャーですね。大卒っていうところでね。即戦ね。中でもいけますしね。ということで一巡が終わりました。終わりましたね。はい。まあ、これがね、はい、仮想ドラフト、うん、まあ、さっざきチャンネル式一巡目ですけども、はい、続いて、うん、2位、はい、ウェバーに入りたいと思います、はい、2巡目まで仮想をやります、はい、2巡目まで仮想ドラフトやるとこなかなかないからね、はい、ということで、はい、2巡目は、続いての動画で、出しますんで、はい、そちらを続けてご覧ください、はい。